こんにちは。私はあなたのために様々な傑作を読むためにここにいます。私たちのチャンネルを購読することを歓迎します。良い本が読めるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。私たちのチャンネルは、本全体を再生することを独占的に許可されています。私が今日あなたに読んでいるのは、OpenAI と ChatGPT の秘密を解き明かす 機械学習とその先へのガイド第1章 OpenAI の概要。著者、ショーン・デロング、シャウン・デロング。第1章コロン賞格好終わり、タイトル1、OpenAI の基本を理解する。人工知能の研究開発の最前線にある企業である OpenAI の世界へようこそ。OpenAI は、強力な言語処理ツール GPT3 や、驚くほどリアルな画像を生成するアルゴリズムの能力など、 機械学習の印象的な偉業で話題になっています。ただし、OpenAI が AI の分野で驚異的な進歩を遂げたことは間違いありませんが、会社とそのテクノロジーを批判的に見ることが重要です。他の新しいテクノロジーと同様に、OpenAI には利点と欠点の両方があり、その仕様について情報に基づいた決定を下すには、それらを理解することが重要です。この章では、 オープン AI の歴史、使命、現在の研究分野など、オープン AI の基本を詳しく見ていきます。また、少数のハイテク巨人の手に権力が集中していることへの懸念や、AI が既存の不平等を悪化させる可能性など、オープン AI に対して平準化された批判のいくつかについても調査します。この章の終わりまでに、オープン AI とは何か、 そしてそれが何を達成しようとしているのかをしっかりと理解できるようになります。また、社会における AI の役割と前進する際に認識する必要のある潜在的な落とし穴について、より微妙な視点を得ることができます。それでは、バックルを締めて、OpenAI の世界に飛び込みましょう。では、とにかく、OpenAI の大きな問題は何ですか要するに、 この会社は人工知能の分野で最もエキサイティングで有望な開発のいくつかの最前線にいます。自然言語処理からコンピュータービジョンまで、OpenAI はテクノロジー業界やそれ以降に革命を起こす可能性を秘めた最先端のテクノロジーに取り組んでいます。ただし、他の新しいテクノロジーと同様に、OpenAI には長所と短所の両方があります。 一方で、同社は AI で可能だと思っていたことの限界を押し広げ、無数の方法で私たちの生活を改善する可能性のある新しい製品やサービスを生み出しています。例えば、OpenAI の GPT3 言語モデルは、チャットボット、コンテンツジェネレーター、さらにはメンタルヘルスの問題を抱えている人々を助けることができる仮想セラピストを作成するために使用されています。一方で、AI が仕事やプライバシー、 社会的不平等に与える影響も懸念されています。AI の高度化に伴い、運輸から金融、ヘルスケアまで、幅広い業界の人間の労働者にとって変わられるリスクがあります。さらに、監視やその他の形態の社会的統制のための AI の使用、および AI が既存の偏見や不平等を増幅する可能性についても懸念があります。では、OpenAI はこれら全てにどこに当てはまるのでしょうか まあ、同社は確かに AI の研究開発においていくつかの印象的な進歩を遂げましたが、それは急速に進化する風景の中の一人のプレイヤーに過ぎないことを覚えておくことが重要です。他にも AI に取り組んでいる企業や研究所、個人の研究者もいて、競争は熾烈です。つまり、オープン a i がテクノロジー業界やそれ以降に与える影響は、テクノロジーの品質だけでなく、急速に変化する世界に協力、 確信、適応する能力にも依存します。結局のところ、テクノロジー業界及びそれ以降におけるオープン AI の重要性は、このテクノロジーをどのように使用するかによって異なります。より公平で持続可能で革新的な世界を作るためにそれを使用しますかそれとも、それが抑圧と搾取の道具になることを許しますか選択は私たち次第であり、このエキサイティングで、 時には気が遠くなるような AI の新時代に進む際に情報を提供し、関与し、批判的であり続けるのは私たち全員の責任です。上記は OpenAI と ChatGPT の秘密を解き明かす、機械学習とその先へのガイド第一章 OpenAI の概要。見てくれてありがとう。応援、いいね、リワードをお待ちしております。 これからも素晴らしい作品をお届けしますので、どうぞご期待ください。